かわいい。私は金剛団キャプテンの米キャプテンなんだ。こんにちは、イバラと申します。初めての方は初めまして。アルゼウス、続きやっていこうと思います。なんか準備しろって言われてたね。でこのおばさんに、おばさんお姉様に話しかけたらなんかもらえるのかな。訓練場ではポケモンに技を教えたり回転させたりできます。よう調査隊の、私に何か用かい。かっこいい。技の伝授、技の回転、道具の交換、質問する、何でもない。技の伝授お願いできます。どんなポケモンだい。ミジマルかな。とりあえず今回の相棒ですからね。岩砕き500円もらえますか。で伝授してもらって、はい、行くぞせいや。そんななんか原始的な。せいや、どう？オッケー、ナイス。500円の価値は果たしてあるだろうか。リッパは、あー、みんな岩砕き好きやな。ムックル選ぶ。まあなんだろうな、レベルが足りないんだろうね。レベルがもうちょっと上がればもうちょっとね、なんかかっこいい技とか。あ、雷の牙あるじゃん。なんかすごいな、コリングだけめっちゃ強いやつめっちゃあるな。雷の牙もらおうか、とりあえず。オッケー、ナイス。ああ違う違う、これとこれとまとめてできる。ナイスで伝授。オッケー、せや。そのせやどうにかしてくれないかな。コリンクは新たな技を覚えられるようになった。オッケー、ナイス。他に用はあるかい。いや回転はまだできないはずだからいいや。オッケーす。とりあえず移動移動。テル君が待ってるはずだからね。テル君のところに行ってモンスターボール作りたいな。モンスターボール作っとくか。なんか9個しかなくなってる。モンスターボール、あー玉石が足りんね。玉石とりあえずもう買おう。金はまだあるからな。材料、材料で玉石を結構も10個ぐらいもらっとくか。で10個買って、とりあえずクラフト、クラフトで必要なレ、あ、ちゃちゃちゃ、なんかこの動きが早すぎてさ、この動きが早すぎて A ボタンが間に合わないんだよ。忍びのものやな。これ何個できる？あ、10個できるね。じゃあ10個作って、ナイス。これで19個か。なるほどね。もうちょい作りたい気もするけど、傷薬はまだいっぱいあるはずだから、間違えた。今せっかく作ったのに1個なくしてしまった。傷薬ないやんけ。傷薬どこで見んの。なんかいまいちまだ分かってないんだよな。あ、ちょ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 、ここだ。さっき開いたわ。あー1個減ってしまった。7個あるね。ことですね。よし、行こう。どこに行きゃいいんだ。外に出るのが気をつけてな。ありがとう、デンスケさん。デンスケさん優しいんだよな。え、原野に行ったらいいの。どこに行ったらいいんだ。黒曜の原野かな。行ってみよう。どこに行くのかあんま聞いてなかったな。なんかどっかの団員と対決するみたいな言ってなかったっけ。おお、真剣な顔。うわっ、びっくりした、もう。びっくりした。どうです、驚きましたか。驚きましたよね。だって驚かせたのですから。哲学みたいなこと言うな。いいですか、ポケモン捕まえる時の秘技がありまして。秘技、背面取りの術。背面取りの術。ポケモンの背面にボールを当てることで驚かせ、捕まえやすくなったり戦いも有利になるんですよ。あー、なんかあったね。シールドの時も なんかあった気がするな。はあはあ、背面取りね。ポケモン図鑑を作ろうとしている調査であれば、翡翠地方にいる全てのポケモンに出会うかもしれません。
まあ無理だと思うけどね、普通は。でも出会わなきゃいけないからな。自分はその日を楽しみにしていますよ。おー、ボロ君はいい子だね。なんかちょっと今イラってきたけど、驚かされて。え、何してんのこの人。マサヒロ、君は空から落ちてきた有名な調査隊員。聞いてくれ、素晴らしい寄せ玉レシピがあるんだよ。寄せ玉？キノコ狩り歴20年の僕が思考の末に思いついたキノコ寄せ玉だが、誰もレシピの良さに気づいてくれない。ああ、ポケモンが寄ってくるやつかな。君のような有名人が使えばみんなも気になるだろう。あのポケモン GO でいうところのお香みたいな感じかな。作り方を教えるから、キノコ寄せ玉を有名にしてほしい。キノコレシピを習得する者は自らの手でキノコ狩りをすべし。さあ、もちもちキノコを1個取ってきてくれ。1個でいいの？じゃあくれよ。1個でいいなら、なんか10個ぐらいだったらまあちょっとね、もったいないっていうか、なんか申し訳ないなと思うけどさ、1個ぐらいだったらくれよなあ。1個か、オッケー。綾彦くん一緒やん顔。さっきのなんだっけ、てるひこさんじゃねえや、なんだっけ、あ、源助さんと一緒じゃん。みんなもみあげあるな。もみあげがあることが条件みたいな感じかな。とりあえずキノコを探しつつだね。お、ビッパ、ビッパもなんか捕まえなきゃいけなかった気がする。じゃあこうやって、こうやって、こうだ、こうだね。いや、なんかむずいな、従来のポケモンと違って。なんかボタンいっぱい押さなきゃいけないな。え、当たんないの？ま、嘘でしょ、今ので当たんないことある？はぁ、はぁなんですけど。あ、ビッパ、ビッパなんか何個、何匹捕まえなきゃいけないんだっけ。いて、ま、いて、は、こいつ、こいつ私のことちょっとからかいに来たやろ。おら、いけ、ナイス。どうだ、イエーイ、イエーイ。ニコニコしてる、一応ニコニコするんだ、すごいね。表情変わるのってすごいな。へえ、なるほどね。で、どこに行けばいいんだ。キノコを探しつつっての難しいな。キノコってどこに生えてんの。あ、ビッパ、ういっす、いけ。ビッパ抵抗してないからいいな、楽でいいな。え、いや、君もびっくりしたかもしれんけど、今私もびっくりしたからね。お互い様やぞ。ポリン、サンキュー。で、こっちだね。あ、なんかバチバチ。なんかバチバチやってますよ。なんか、どうしようかな。行くの嫌だな、なんか。あいつら、バチバチにやってんな。なんだろう、喧嘩？なんかどっかの団員となんか仲があんまり良くないみたいなこと言ってたもんね、前回。とりあえずキノコ取るか。ケムソー取ってきて。よっ、杖。ケムソー見た目に反して杖。オッケー、行こうか。キノコ一個もなくね？どこにあんのキノコ。あれ？あ、銀がない。ああ、バチバチってわけでもないのか。足の先に進むと強いポケモンが多く生息しており危ないのだ。9ランクが一つ星以上ならって、お前のランクなら進めるのか。だが油断するなよ、ピンチになれば安全な場所で休むのだ。優しいな、銀河団員。なるほど、こっからは一つ星以上じゃないといけないってことか。一つ星になるのもなんか苦労しそうだよね、こんな感じだと。あ、え、びっくりした。いやてるくん、てるくん、私今川に飛び込んだよね。なんでそんな普通に話しかけてきた。ってなってる、多分川の中でびしょ濡れよ。茨です。新顔だね。まあいいや、とにかく来たってことは相談に乗るってことなんだろ。ヨネさんかっこいいな。ゴンベ、かわいい。私は金剛団キャプテンのヨネ。キャプテンなんだ。金剛団はなんか海系なのかな、キャプテンってことは。金剛団やキャプテンについてはいずれ説明するでいいよね。片付けてほしい要件があってね、さっさと話を進めたいのさ。かっこいい姉子。あんた自信はあるかい。ポケモンを戦わせる腕前の。
まあそれこれだけシリーズやってきてますからね。まあ達人といってもまあそうですね、語弊はないでしょう。うん。それよかった。ああ、あんたのところの警備隊の若造では歯が立たなかったからさ。ヨネさんさ、こんな快活に笑う人なんだね。めっちゃ笑顔やん。はあって顔してる。横にいるのは相棒のゴンベ。兄弟のように一緒に育った中で、あんたらのようにおかしなボールで捉えなくても共に戦ってくれるよ。おお、いいね。それもそれで絆でつながってる感じがしていいね。え、かわいい。笑ってる。おお、あ、え、戦うの？言って、そういうの。お前の変なそれ、行き先を示してるのか。まあそうだね、この時代ってなんだろう、ポケモンボールは作れるけど、携帯電話も作れないのかな。あんたの地、あ、じゃあ、あんたの地図、洒落てるね。人間団の技術ってやつかい？地図か、地図って思ってくれてるのか。確かにあちらが獅子の高台。その地図の通りだよ。じゃあ任さぜ。お前なら親分も平気だって。いやいやいや、まださ、入団して3日目ぐらいなんすよ。テル君ついてきてよ。なんで一人で行かせようとすんの？調査隊の新顔、大したもんだよね。うんって。喧騒せえ。ところで、あんた新王様をご存知かい？新王？もちろん。大したもんだよね。ただ本当の話が伝わってるか怪しいからちょいと教えるよ。優しいお姉さん。新王様は時間を操り宇宙を作られたとされている。ああ、あそこの時空の狭間もそうなのかな。結果、翡翠の大地が生まれ、ポケモンたちが暮らせるようになった。うん、なるほど。そんなすごい新王様を崇めるため、海を越え翡翠地方に集まり定住し始めたのが金剛団。なるほど、やっぱ海乗りたちが多いんだね。もっとも新王様は遥か昔にお隠れになられ、めったに姿を現さないとの話。ちょっと噛んだわ。そうなんだ、なんか天の岩戸みたいな感じだね。じゃああんまり出てこないってことか。だが未だに新王様にゆかりのあるポケモンたちはいる。そのお世話をするのが私たちキャプテンっていうわけ。おお、なるほどね。じゃあ結構神様に従ずる巫女様みたいな役割なのか。海賊みたいなイメージだったけど。新獅子の戦いに姿を見せるポケモンも新王様の加護を得たポケモンの血を引いてるんだよ。なるほど。さあ行くよ。おお、面白いね。面白くなってきたね。着いたよ。遠かったな、ちょっと。かわいい。なんだっけ、名前なんだっけ、ヨネさんみたいなさ、髪型かわいいよね。おやおや、あんたのところの博士だよね。え、博士来てんの？こいつ何の役にも立たんくせに。はあ、間に合ったようですね。ポケモンを研究する者としてどうしても親分を観察したいのです。まあまあね、確かにそうだね。この人の立場からすればそうか。あんたの仕事なんだろ、邪魔しなければいいじゃないか。おお、ヨネさん結構寛大だね。お、獅子の高台、新王様にゆかりのあったポケモンの子孫にお供えをしていた場所さ。おお、そうなんだ。やっぱ神殿みたいな感じなんだね。ふん、あいつじゃないよ。あれはちょっかいを出す厄介なポケモンさ。あ、そうなんだ。雨が光ってる。ちょっとやばいポケモンそうだね。イバラ、あいつを蹴散らしておくれよ。なんで？なんで一人で行かせるん？ヨネさんもゴンベおるやろ。あ、ゴンベおらん。どこ行ったん？あいつを蹴散らしておくれよ。あんたのポケモン元気にするからさ。ありがとう。それはありがとう。いい感じ？オッケー。あのポケモン大きいです。見りゃわかるわ。そうか、親分と呼ばれ恐れられているポケモンですね。そうさ、親分ってのはでかくて強いポケモンのこと。しかも特別な技まで覚えていて、厄介なことこの上なし。
あんたの強さ、骨の髄まで教えてやりな。いやいや、ヨネさんも戦ってよ。そんなヤバいやつなら一緒に戦おうよ。イバラ君、大きさは武器です。きっと攻撃力も体力もあるでしょう。戦うんでしたら連れてるポケモンのチェックして強い技を覚えさせるなり準備をするのがおすすめです。ああ、目が赤く光るポケモンを親分と呼びます。なるほどね。親分な、どうだろう、結構いけそうな気もするんだけどな。一旦ちょっとセーブするか。間違えた。どうだろうね、いけそうな気がするんだよ私は。親分このポケモンなんだっけ、なんかでかくてよくわかんないな。ん、このポケモンなんだ、新しいポケモンか。おお。ゆけ、みじまる。あ、でも昆虫っぽいから水はどうだろう。戦闘中に Y ボタンで行動、なんだこれ、行動順確認できます。素早さの高さによっては連続で行動できます。なるほど。親分のプロトックは、おお、怖っ。この距離でこのデカさのこの攻撃怖くない？ちょっとここら辺におろうかな。身の安全を。いけ。あー、12レベルだから、まあいけそうっちゃいけそうだけど、あー、みじまる。もうちょっと鍛えてからの方がいいかな。そうだね、どうだろう。あれ、なんかさ、ポケモン元気にする、あ、これ経験値か、青の方が経験値か。元気になってないやんと思った。あー、なるほど。ムックル行ってみちゃう。このポケモンが私よく分かってないの、昆虫系かな。よし、行ってみましょうか。ツバメ返し、ツバメ返し、イエーイ。やっぱ昆虫なんだ。わあ、結構食らうな。風起こし、いけ。ナイス、ムックルナイス。名前をつけてあげたい。オッケー、レベルアップ。進化可能って書いてある。進化勝手にしないの。進化可能ってこっちに委ねてくんの。大したもんだよね、親分をひねっちまうなんてさ。まるで伝説の英雄みたいだ。そればっか言うな。伝説の英雄について聞いてほしいんだろうな。ん？あんたのポケモンを元気にしないとね。いや、ヨネさん、なんでそんな力を持っとうと。いつも元気にしてくれる。ありがとう。お、これが神様か？何事ですか？おお、かっこいい。あやしし様。あやしし、脅ししとは違うんだね。おお、威厳があるな、あやし様。かっこいい、サンタクロースみたいな顔してる。どうした？茨を見つめる優しい眼差し、ありがとうございます。そうかな。ちょっとジロって見られたけどな。何見てんだよみたいな顔してる。ちょっとな、イバちゃんヤンキーの素質があるからね。よかったよね、アイス様もあんたのこと気に入ったようだよ。いいかい、アイス様ってのは人を乗せ翡翠の大地を駆け抜ける、ありがたいポケモンなんだよね。すごい、すごいですよ、怪しい。人を乗せるポケモン、まるでアローラのライドポケモンですね。あ、アローラ地方はこの時点から結構交流があるのかな。ラベン博士、無事ですか？テル君、来てほしかったな、最初から。島星隊長に言われたんだ。茨が依頼をこなせば、ベースキャンプ設営ができるだろうって。ベースキャンプ設営？関さんと団長で決めたことですか？ベースキャンプを増やしてもいいのですかね。神王様が作られた翡翠地方はポケモンの大地。あんたらがポケモンと共生するなら使っても大丈夫だろうさ。あー、結構ヨネさんたちのところはポケモンを恐れてるわけじゃなくて崇めてる感じがあるね。で、一緒に生きていこうって感じがあるな。怪し様もイバラを気に入ったようだし、なんか私に決定権あるの、なんか責任重大だな。ありがとな、あんたの活躍は金剛団の長にも伝えておくよ。そっか、
ヨネさんの上にもう一人いるんだね。改めてお礼に行くからさ。ヨネさんは笑顔が可愛いね。おー、ヨネの依頼達成。で、ガーディはいつ出てくるのかな。ガーディがいるところになかなか行けないな。ポケモンと共存繁栄か。そこにはポケモンを理解するため図鑑を完成させないと。あ、そうだね。怖がらずに知っていくことが大事。もうすぐ建築隊が到着するところだ。そうすればベースキャンプができるな。まずそのベースキャンプをイバちゃんに教えてやってくんないですかね。なんか3人で和気あいあいと語ってたけどさ、よくわかんないんだけど、まあなんだろうな、場所が増えるってことか、行けるところが。おお、普通。私でもできそう。まあでもテントって張るの難しいって言うしね。獅子の高台でのベースキャンプ、名付けて高台ベースですね、そのまんま。今のドヤ顔腹立つな。ことぶき村から出るときに高台ベースへ行き先に選べば、ここから調査をスタートできますよ。あ、そうやって行けるとこどんどん増やしていく感じね。拠点が増えると調査もしやすくなるよな。うん、いつも通り芋づる亭に集まりますか。芋づる亭か、そこしかないのかな。いや、私なんかあのおっちゃんあんまり嫌いだな。言葉を選ぼうとして結局嫌いっていうね。いや、なんかな。お、みじゅまる、オッケー、ナイス、更新されたんだね。まあ、これ後で見ていきましょう。いや、芋づる亭か、あのおっちゃんが謝ればな。うーん、わあ、食べてる。あ、謝れよムベ、ちゃんとした調査団だろ。私はムベさん、いつもの芋餅、今日もプリーズ、3人前です。うんうんじゃないんだよ。謝れよ、そろそろ行くな。おお、結構いっぱい持ってきたな。知っておるか、今朝から噂の荒ぶる バサギリを。様子を見に行った団員が襲われ、医療隊もてんてこまいだぞ。激しい雷に打たれおかしくなったとされるマサギリですよね。いざとなれば調査隊が担当します。なるほど、いろいろ部署があるんだね。未知のポケモンを調べるには危険がつきものですが、調査隊にはイバラくんがいるんです。いやいやいや。いや、ここにずっと頼られても、うん、もっといないの。ベテランがいるって言ってたじゃん最初。ベテランさんからじゃないの、そういうの。でもバサギリは親分よりもはるかに強いポケモンって話ですよ。どれほど強いのかを含めて調査をするのが僕たちです。そして調査に必要なのは冴えた頭脳と強靭な肉体。そのためには睡眠も大事です。まあ正論かなそれは。うん、やっぱ睡眠時間足りないとね、いろいろと大変だからな。食うな、相変わらず孫悟空なのよ毎回。食べたね。芋餅ってなんだろう、何味なんだろう、みたらし団子みたいな味かな。おお、やっぱ綺麗だね。イバラ起きてるか。起きて、ああ、ボスが、電木さんがすぐさま団長室に来いってよ。何した、私結構真面目にやってたぞ。え、なんでそんな急に呼び出しが受けたんだろう。まあいいか、とりあえずここで一旦終わりたいと思います。ここまでご視聴いただいた方ありがとうございました。続き見ててくれると嬉しいです。イバラでした。ここまで見てくれてありがとうございました。投稿は2日投稿したら1日休むという謎のリズムを刻んでいます。ゲーム実況の他に歌ってみたや声劇朗読何でもやっていこうと思います。もしどこかで見かけたら、その時はどうかよろしくお願いします。